福井健一は、日本の科学者。京都大学、京都工芸繊維大学名誉教授。日本学士院会員、ローマ教皇庁科学アカデミー会員、全米科学アカデミー外国人客員会員。工学博士。奈良県伊古間郡平城村出生、大阪市西成区出身。アジアで、初のノーベル科学賞を受賞した。勲等は、勲一等局実大受賞。 文化勲章受章。ノーベル科学賞記念日1952年、フロンティア軌道理論を発表。これは、フロンティア軌道と呼ばれる軌道の密度や位相によって、分子の反応性が支配されていることを初めて明らかにしたもので、世界の科学界に衝撃を与えた。この業績により、1981年にノーベル科学賞を受賞。 また固有反応座標の概念をより厳密に提唱した。文下に、米沢定次郎、長田近義、山部時夫、諸熊刑事、森島伊佐藤本博平尾君彦、加藤茂木、橋本嗣夫など多くの著名な科学者、また産業界では伊藤俊明がいる。妻の友栄は1925年生まれで、裕福な家庭に育ち、帝国女子理学専門学校で、 物理科学を専攻し、兄弟で超高生をしていた。星薬科大学教授の福井哲也は実施。娘は、梅原武の長男、梅原健一郎の妻。ありがとうございます。